は、CBC テレビのアナウンサー。詳細は、基礎情報を参照。愛知宿徳大学在学時には、テレビタレントセンターで1年間の訓練を受け、小名古屋タレントビューローに所属し、ギフちゃんのリポーターなどの芸能活動を行っていた。2010年入社。同期は、吉岡奈子。初泣きは、同年7月21日放送の正しげおの、気分総会。 朝から PON。その後、南部志保和人だけだった地上デジタル放送推進大使に追加任命され、同年9月21日の中日ドラゴンズ地で自応援隊結成に合わせデビューすることになった。2011年2月7日と2月14日に TBS 系列の時代劇ドラマ、ミトコーモンにエキストラ出演した。もともと一方の取材で、 ミトコーモンの撮影現場を訪れ、出演者の里見光太郎らにインタビューをしたものだったが、スタッフからミトコーモンの出演を依頼され、そのまま出演する形になった。2019年3月31日放送のサンデードラゴンズで第一子妊娠を発表、同日をもって6年間アシスタントを務めたサンデードラゴンズを卒業。なお4月1日から始める新番組、 ドラ魂キングについては出産直前まで出演した上で産前産後休業に入ることを明らかにしている6月15日放送分を最後に産休入り2020年4月20日より復帰するありがとうございます